余が破れるとは。クレバムはどこだ。いなくなってる。なんだ外よ。ところにあったのか。一体どこへ向かったのだ。あの中にクレバムが。クレバムはどこへ逃げた。ファンダリアだ。はかられたわ。休め、最初からよう捨て石にするつもりだったと見える。こんな男がアクアベイルの代表か。ざまあないな、ティベリウス。そうだな。貴様より余の方がよほど道化じみているかもしれん。だがこのままでは死ねん。余はアクアベイルの代表だ。ジョニー・シデンよ、決闘だ。弱き様に最後の戦いを申し込む。何を言ってるんだ。いいだろう、受けてやる。ジョニーさん、王族には王族なりの幕の引き方ってもんがあるのさ。スタン、お前さんの剣を今だけ貸してくれないか。僕の使え。王族同士が決着をつけるのならこの宝剣がふさわしいだ。いいな、シャル。わかりました、坊ちゃんが言うなら。オンに切るぜ、リオン。それじゃあ始めるとするか。ジョニーよ、貴様がここへ来た本当の理由は何だ。エレノアの敵討ちか、それともヨガ貴様の父から奪った大王の座を取り戻すためか。ただの助っ人と言ったら信じるかい。道化のジョニーとはよく言ったものだな。まんまといっぱい食わされたわ。慣れないことはするもんじゃないな。ほらよ、返すぜ。何が慣れていないだ。とても素人の剣さばきではなかったぞ。ジョニーさん、あなたは一体。道化のジョニーか。若、ご無事ですか。いいところに来た。伝令を頼む。ティベリウスを討ち取ったとな。かしこまりました。さてと、俺たちも外へ出るか。フェイトが首を長くして待ってるぜ。ジョニー、出迎えご苦労。フェイト、終わったようだな。ああ、これでエレノアも浮かばれるだろう。ありがとう、ジョニー。おいおい、お前が泣いてどうするんだ。ティベリウスは死んだ。俺たちは解放されたんだ。辛かった日々はもう終わりよ。道化に栄光あれ。俺も混ぜてもらうか。一つ凱旋リサイタルといこう。今日は思いっきり歌おうぜ。みんな聞きたい曲を言ってくれ。皆さんには本当にお世話になりました。改めてお礼を言わせてください。こちらこそ、ジョニーさんのおかげで助かりました。あいつがティベリウスと戦った本当の理由、もしかしたら私の考えていたこととは違うのかもしれません。ア
クアベイルのためを思っての行動だったんでしょうか。僕はそうは思わない。答えは見る人の心の中に。きっとあいつはそう言うんでしょうね。それで皆さんはこれからどうされるおつもりですか。ファンダリアへ向かいます。グレバムを追いかけないと。まあ他に選択肢はないからね。次こそ必ず。グレバムはファンダリア王家の反対勢力と手を結んでるんだったな。はい、あれからさらに情勢は悪化しているとか。グレバムのファンダリア入りで気がつかなければいいのですが。のんびりしてはいられませんね。ああ、急いで出発しよう。ファンダリア、懐かしい。どうだろう、よくわからない。ファンダリアまでは責任を持って我が艦隊がお送りします。皆さんの準備が整いましたら港までお越しください。